僕はあのほらその学生としての皆さんもすごく想像できて、なんかいろいろ考えところあるでしょ。ああもうこれで社会人になるんだなとか、学生生活終わりだなとか。でもね、僕もかつて、学生から社会人になった時にちょっとね緊張したっていうか、なんかこれからもちょっとなんかバターンってさ、ドアが閉まってさ、次の人生のステージになって今までの自分と違う風になっちゃうって思ったりもするじゃない。なんか分かる、その感じって。でもね、実は変わんないんだよ自分って。だからね、ちょっと矛盾したようなんだけど、変わるんだけど変わんないんだよね。分かる、自分の三つ子の魂っていうか、自分が今日研修でやった大好きなこととか大切にしてることとか、それは変わんなくて、だけどなんか社会人になって変わるところもあるっていう。だから人間って不思議だし、ただね、一つ、まあちょっと学生時代が終わるのがあと半年だってことで、いろいろ思うところあると思うんだけど、そんなに悪くないよ。何しろすごいのはさ、毎月月給入ってくるんだぜ。今までバイトとかやってたでしょ。僕も学生時代やってたけど、バイトでなんかどれが働いたからこれが入ってくるって言ってよくて、必ず月給入ってきます。すごくない？そのことのありがたさっていうのはね、本当にそのうち分かると思うんで、ぜひ大空の一員になったら、一生懸命仕事して生徒と向き合って自分も成長して、変わるけど自分は変わらない、あと月給が入ってくる。ね、ぜひ、まあちょっと気が変だけどさ、初任給もらったら、今までお世話になったお父さんお母さんとか誰か何かしてあげてください。ちょっと一緒に聞いてみようかな。何したら予定ですか？おいしいご飯食べさせてあげて。何食べさせるの？焼肉。焼肉。じゃあもう一人、オンマイ君にも聞いて。オンマイ君どうですか？旅行に連れて。え、一見初任給で旅行行くの？え、どこ？どこ？屋久島。今宣言しちゃったからね。もう一人行きましょう。もう一人、何さんかな？市川さん。あ、どういうこと？メンターです。あ、メンターだ。でもどうしました？新卒。ご飯連れて行きました。何ですか？ラーメンです。あれ、焼肉と水分。じゃあちょっと、なんかクッションとかプレゼントしようかな。え、なんでクッションなの？なんかリラックスできるかなって。偉いね。みんなでも、でも働いてお金をいただくってことは本当にかけがえのないことで、そう考えるとちょっと楽しみになってきましたか。あとやっぱり学生生活あと半年間本当に楽しんでくださいね。以上です。今日は本当にお疲れ様でした。